長崎バイオパークでは7月に2頭、8月に3頭リスザルの赤ちゃんが生まれました。リスザルの赤ちゃんはお母さんの背中で眠ったり、あとちょこちょこ動き回ったりしています。とても可愛い姿なので皆さんぜひ見に来てください。キツネザルの赤ちゃんも6月に1頭生まれてます。とても可愛いので皆さん見に来てください。